キミイラとは、イギリスの TVR が発売していたオープンに、シーター・クーペのこと。1994年、大ヒットを博したグリフィスに次いでデビューした。日本では1995年より、発売開始。スパルタ・アンナ・グリフィスに対してキミイラは、幾分マイルドになっており、サスペンションも、柔らかく車の味付けは、超強率アラーである。フレームは、 他の TVR モデルと同じくトラス構造の交換チューブラーフレームに FRP 製ボディをかぶせている。サスペンションは4輪、ダブルウィッシュボーンにビルシュタイン製ダンパーとアイバッハ製スプリングを組み合わせている。エンジンはいずれもローバー V8 エンジンで4リットル、4リットル、ハイカム4.3リットル、4.5リットル、5リットルの5種類。 235から285バリーキ。それらを FR レイアウトで搭載する。排気量がグレードに反映されており、順に4.0、4.0HC、4.3、4.5、5.0HC となる。5.0は1999年がハイカム仕様の最終で2000年にはノーマルカムとなったが、そのままラインナップから外された。 グリフィスほどのチューニングは施されていないが、1トン、そこそこの軽量なボディとの組み合わせにより、加速性能、動力性能が良好な GT カーとなっている。なお、エキゾーストマニアホールドがトグろを巻く形で、エンジンの前方に押し込められ、触媒もその部分にある構造のため、放熱性が悪くオーバーヒートを起こしやすいとされている。エアバッグや ABS 搭載されていない。 ミッションは5速 MT のみ。インテリアはクラシカルな雰囲気で、本革シートやウォールナットを用いた本、木目パネルがあしらわれている。また、ケブラ製タルガトップを装備する。トランクは、外観から想像できるよりも深く、取り外したタルガトップを立てた状態で収納できる。2003年に発売終了。後継者はタモーラ。ありがとうございます。